こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回は観葉植物に生えてきたキノコに対処したお話です。育てている植物の株元からキノコが生えてきたことってありませんか？そんな時どうするかというと、1、そのままにする、2、抜く、3、植え替えるという方法があると思います。こちらのベゴニアマクラータという植物の株元からキノコさんがニョキニョキっと生えてきています。しかもこれ1回目じゃなくて3、4回生えてきています。今まで生えてきたキノコさんは抜くという対処法をしてきましたが、今回はもう植え替えをすることにしました。しかも土ではないものに植え替えをしました。ハイドロボールやレカトンと呼ばれるものに植え替えをしました。実は同じ土を使ったものからも同じくキノコが生えてきました。キノコが生える原因はいろいろ考えられるとは思います。育てている環境と土がマッチした時に生えてくるのかなと思っています。ハイドロボールはレンガに似た石です。土で植えていた植物をハイドロボールに移行する場合は土を完全に落としてしまうので植物に負担がすごくかかります。なのでハイドロボールに植え替えるという極端なことをしなくても新しい土に植え替えるという方法の方が植物に負担が少ないと思います。観葉植物に生えてくるキノコに関してはいろいろと言われていますよね。植物の栄養を奪っちゃうから抜いた方がいいとか、別にそのままにしといても問題はないとか、いろいろな説があるようです。キノコの専門家でない私にはこれがいいよという断定ができなくて申し訳ないんですが、一つだけ言えることはやっぱり見た目が気になっちゃいますよね。キノコ自体は可愛いなと思うんですけど、育てているのは植物なのでやっぱりねちょっと気になりますよね。ちなみに真夏の植え替えはあんまりおすすめしません。私は空調で一定の気温を保って栽培しているので年中植え替えを行ってしまいます。例えば室内栽培をしていても昼間は冷房をつけなくて夜だけつけますというような部屋に置いていらっしゃる場合は温度変化が結構あると思います。そういった場合はご注意くださいね。土植えからハイドロボール植えに変えてかなり急激に環境を変えてしまうので失敗してしまう可能性も大いにあります。なので念のため増殖もさせておきました。木立ち性のベゴニアの増殖はとっても簡単です。カットしたものをそのまま土に刺すか水に刺して根を出すだけで簡単に増殖できます。今回はハイドロボールにそのまま刺しておくものと水刺しのものを作りました。ハイドロボールに刺したものは湿度を保つためにビニールをかけておきました。余談ですが、ビニールをかけなくても成功するものはします。こちらもベゴニアの挿し木です。ビニールをかけたものとかけてないもので実験してみました。
かけていなくても発根する場合もあるし、逆にきちんとかけていても発根しない場合もあります。ハイドロボールの水で支柱が錆びてしまう可能性があるので、支柱は取りました。植物同士で支え合ってもらうことにしましたが、この方法は初の試みなので、うまくいくかどうかはわからないです。様子見してみますね。また何かあったら報告いたします。こんな感じで植え替えが完了しました。ベゴニアマクラータは本当に撮影のしがいがある子ですよね。とっても個性的で、一度見たら忘れられないですよね。今回はキノコの対処法として植え替えを行いました。土ではないものハイドロボールに植え替えたので、これでもうキノコさんも永久に生えてこないと思われます。今回私が行った方法はかなり大胆な方法なので、あまりというか全然おすすめはできません。土を新しいものに入れ替える方が植物に負担が少ないです。でももう金輪際キノコを見たくないんだという方は、土ではないハイドロボールなどに植え替えることも検討されてみてもいいかもしれないですね。ハイドロボールの詳しい使い方は別の動画で説明しているので、気になる方はそちらもぜひご覧ください。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピメリーでした。またねー。知らしめ